はい、今回ですけれども、まあ、つむつむの動画なんですけれどもね、今日ね、もう動画上げるのはやめようと思っていたんですけれども、あ、なんかおかしいなということで、まあ、ちょっと動画をね、急遽撮っているんですけれども、まあ、何があったのかというとですね、まあ、ピックアップガチャね、今現在ですね、クリスマス、ピックアップガチャが開催されておりまして、12月26日に、10時59分までね、開催されているんですけれども、その後にね、まあ、毎月恒例の月末、新積む5体確率アップが来るということは、まあ間違いなく確定しているはずなんですけれども、未だに告知が来てないんですよ。これ見てください。おかしくないですか？で、ここで一つ考えられるのが、やっぱり、もしかしたらスターウォーズのガチャが、もしかしたら来るかもしれないということと、あとはね、スターウォーズの新積むももしかしたらワンチャン来るかもしれないというところが期待できるかなと。まあ、花雪がこうやって3つ並んでるのに、スターウォーズが2つだけっていうのもなんか気持ち悪いし、うん。はい。ね、まあ、最近は結構6体新積む来ているので、いや、ワンチャンあるかなと思うんですけれども、いや、マジで、それで、これで空白の1日って言ったら、マジで、運営さん謎すぎるんですけど、ね、だって、この、カイロレンと、トレーニングレイがさ、ね、確率アップってまだ1回しか来てなくて、しかも3日間だったっすよね、確かね。だから21、22、23で終わっちゃったんで、3日間しかないのに、ここですぐに開催されなかったら、ね、期間がまた短くなってしまうので、ま、空白の一日とか、わざわざ入れることもないだろうということなので、ま、告知を忘れているのか、ま、それともやっぱりスターウォーズガチャ来るんじゃないかなという、ま、若干の期待もあるんですけれども、皆さんどう思いますか？これ動画上げた直後に、告知来ちゃってたら申し訳ないんですけれども、明日マジでなんかあるんじゃないかなと思うんですけど、で、ちなみに明日って26日じゃないですか。26日だと、まあ、特にね、ここ関係ないんですよね。まあ、ただ、26日っていうと、まあ、つむつむくじが始まるんですけど、もう、まあ、ここと、何かが関連するってことはまずないので、はい、今までもそうだったんですけどね、まあ、単純に新積むの確率アップが来るっていう感じしかなかったんですけども、今回は告知がなくて本当に謎なんですけども、で、特にね、このイベントもね、特に26日じゃなくて28日なので、まあ、ここで何かが来るっていうのも まず考えられないんですけれども、なぜか告知がまだ来ていないということで、おやおやおやと。いや、マジで何来るかが謎ですよね。これでスターウォーズ来たらもうマジ大歓喜ですよね。ちなみに明日は自分、仕事納めで、はい、仕事が終わりです、明日で。で、14時にね、会社も終わるので、もしね、まあ、スターウォーズのガチャとか来たら、まあ、速攻で帰って動画を上げたいと思いますので、はいはい多分来ない可能性の方が高いんですけども、本当に空白の1日だけはマジで謎なので、運営さんな謎なことたまにやるのでね、まあ、その辺がちょっとはいはいという感じですね。本当にこのさ、カイロレンとレイに関しては、まだ3日間しか確率アップが来てなくて、で、この2つの積むって12月限定の積むなので、1月まで、続くならいいんですけど、続かないのであれば、やっぱり明日来るべきなので、まあ、その辺がとても、気になります。はい。ということでね、まあ、自分は、まあ、明日の、もしかしたら何かワンチャン来るんじゃないかなという予想を立ててみました。はい。皆さんはどう思いますでしょうか？ということで、まあ、スターウォーズね、自分は来月も続いてほしいという気持ちも込めて、で、ちなみにイベントも1月マジでやってもらいたくて、イベントが来ると、スターウォーズのイベントって、今まで絶対、
報酬積むが来てたので、はい、報酬積む欲しいんでね、スターウォーズのイベントやってほしいなと思います。はい、ということでね、何使おうかな。 BB-8 使う？ BB-8 ね、スコアがね高いんですよ。スキレベ1、レベル1でもねスコア高いので、そう、育てなくてもなかなか使えるという、はい、感じのスキルですよ。スキルじゃない、積むです。 R2D2 は確か使ったの。どうしようかな。久しぶりにパッティン工程使おうかな。パッティン工程はボン巻き込まないパッティン工程なので、さあ、ダース、自分なんかこのフード被ってるのってねえねえねえっていう感じ。なんかさ、ジェダイルークが被ってるのがとても違和感感じるんですけど、自分だけですかね。ジェダイルークいない、いた。なんかフード被ってる、キャラってだいたい悪役のイメージがあって、はい、なのでなんか違和感が感じます、ジェダイルークに関しては。ということで、パルパティン工程やっていきたいと思います。はい、パルパティン工程ね、スキルレベル1だと全然初級数が少なかったんですけど、スキルレベル4だとねかなりアップしてるので、はい、まあその当時はねかなり、驚いた積むで、しかもとても楽しいっていうかね、なんすかね、そのまあ結構よく言ってたんですけどね、パルパティン皇帝撮ってた時の動画すごい楽しかったなと思って、自分でも、なんか自分でも笑ってたからね、動画見直したらねこいつアホやなと思ったけど、この演出いいっすよね。でもそしてね、消去数がね多いんですよね。やっぱりこれ見えないところも消してくれるんかな、縦ライン消去みたいに。これでどうと、これ消えるかな。あ、消えないね、これ多分なんか消えなさそうっすね。消えなさそうな気がする。あ、でも消えてんのか。29消してくれたんで、あれで。あ、やばいやばい、全然稼げてない。普通4000枚ぐらいいくスキルのはずなんですけど、まあ下手くそすぎですね。やっぱね、消去系は難しいんす、いつも言ってるんですけど、初心者におすすめってよく多分皆さん聞くと思うんですけれども、自分はねあんまおすすめしないです。本当に難しいと思います。簡単にね、スキルループができればいいんですけど、スキルループとかしないのと、あとは、あれですね、スキルゲージが繰り越しできないと、そう、そこら辺もスキルループにつながってこないので、なかなか難しいんですよね、調整が。今回はスキルゲージを優先させようとか、なんか、ね、今回は消去を優先させようみたいな、なんかよくわかんないんですよね。どれが結局一番効率がいいのか、なんか難しいっすよ。まあそんな消去系でもね、まあ今回カイロレンが来たんでね、よっしゃ、コラフィーバー行ったけどちょっと厳しいね。後半ちょっとだけ上げてきたけど、あ、これスキル使いたかったね、あと1回。はい、という感じで、パルパティン皇帝とね、ダースモールをマジでスキルレベル上げたいんですけどね、運営さん来てくれないですかね、セレクトボックス明日。自分の予想だと若干の可能性で来ると思うんですけど、はい、という感じで、パルパティン皇帝で使わさせていただきました。実際ね、もっと強いんですよ。自分はただ楽しみながらちょっとプレイしてただけなので、まあ、ガチでプレイしてないですし、はい、単純に楽しんでつむつむをしているだけです。はい、で、この間にもしかしてだけど来てないですよね。マジで明日何が来るんだということで、まあ楽しみに待っております、私は。
はい、ということで、まあ明日ねつむつむくじ始まるので、皆さんあのくじ忘れずに、もらうように、ミッションクリア頑張っていきましょう。ということで、これでね動画終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひねチャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。次の動画でお会いしましょう。